ゆうた、ゆうた、単行本派じゃなくてジャンプ派の人、カップラーメンの指定時間待てないヤマト、こーでーす。今日は何、今日は感激コムドットから皆さんに報告といいますか、こちら素晴らしい出来事が起こりました。これ、コムドット給料が上がりました。ありがとうございます。給料が、これがっつり上がった。がっつり上がったね。まあやっぱよく言われるわけですよ、なんでコムドットってあんなに再生回数取ってて借金ある人いるのって。まあそれは一応会社を建てたりだったりとか、まあ新しい事業に向けてそこに投資をしてたりだったりとかで、まあお金を使っていたんですけど、まあこの度ちょっと落ち着いたっていうことで、一気にこう給料がガンと上がりました。何倍になったの？3、4倍。3、4倍だ。えぐいからね。うん、普通にもらってたやん、だって上がる前に。もらって、結構もらってた。の3、4倍ですから。うん。これは嬉しいね。あ、そう、借金抜け出しやん、もう。はい、まだあります。え、なんで？俺ね、まだ返せない。なんで多額の借金があった、まだ。ああ、まだね、やっぱり。あ、そういうことね。多額を使っちゃうメンタリティがあるおかげで、借金がなくならない。あ、マンション住みたい。だから自分を優先してるってことだろ、借りてるお金。でっかい車を買いたい。いや、だから自分を優先してるってことだろ、自分。ゴツゴツのアクセサリーをつけたい。とりあえず、うん。ゆうまくん、借金地獄から脱会。ああ、ゆうまくん待ってくれー返せるかって。やべえ、一人になった。てかさ、手にヒゲ生やすなよ。お前借金あるくせにヒゲ生やすなよ。これだってさ、生やしてるわけさ。気づいた時にはこれやん。2日ぐらいでこれやん。あ、みんなね、髪かっこよく思いました。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。もう、かれこれお世話になって1年以上ですけれど、うん、まあ、たくさんのね、僕たちのファンの人が、まあ、来てくれたり、うん、まあ、遠くの人はね、ちょっと来れないけど、まあ、画像だけなんか見せてくれたりとかするらしくて、うん、嬉しいね。嬉しい。セイラにも言われたんですよ。あ、めっちゃいいと思います。髪型かっこいい。あ、俺も言われた。あ、ヒューが言われてたね。で、あっちゃんも言われてた。めっちゃいい感じって言われてた。でも、なんで来なかったのお前。ビデオチャットの使い方わかんなかったです。あ、なるほどね。いや、てか、あれか。え、ダメだ、ダメだ、ユーマ。お前、ソープ言ってんだよ。言ってないですよ。そう、ユーマ多分犯人だから。うん。水差していい？いつも言って悪いんだけど、ちょっと水差したい。うん、これさ、その今の状況をなしにして一回。うん。ガチで誰なの？本当に誰なの？ここに領収書があるってことは誰かが言ってるわけでしょ。いや、ソープじゃないんだろうね。多分。うん。セブンコース、泡、料金2000円で、現金2000円で払ったんですね。いや、すいません、と追加で泡お願いしますの領収書。けどさ、じゃあ、まずじゃあ全員の性格を考えて、泡頼まなくね。いや、泡頼む。いや、ローション頼むでしょ。頼みそうだよ。じゃあ、泡頼みそうだよ。で、俺はなんて言われても、確実なアリバイがある。ここはね、絶対ないの。だから、この2がないの。疑惑かけられていいのは、ここなのよ。普通にね、俺も分かってんの、誰か。オプションをつける性格のやつは。そうそうそう。まあまあまあ、そうまずそうなの。これね、これ、リオくんですね、これ。青木さん、オプション大魔人なんで。で、こういうお店で、領収書切る男を、これ、リオくん。そうだよね。俺の知ってる人。非営業最高の本当にそうだよね。そうです。じゃあ、もう、公式に、1月4日の18時25分、ソープランドに行ったのは、これ、青木リオくんです。もうこの決定は覆らない。もう絶対そうです。ということで話まとまったんで、今日の企画に行きたいと思うんですけれども、給料が上がったわけじゃないですか。これみんなパッと使おう。え？経費じゃないってこと？まあ、とりあえず企画だけ聞いて。ということで本日の企画、給料上がったからすき焼きおごりじゃんけんしてみたい。1万円でお前らにおごんの。まあ、手としてコムドットって本当に給料が平等な。だからじゃんけんをするにあたって、この人たちに負けるのが世の中で一番嫌いなわけで、またこの地元の友達とじゃんけんする感じも違うし、せっかくお金稼いだということで、高級なすき焼き食べていこうよっていう。ああ、すき焼き屋に行くってことだ。いや、で、ここで。ここかよ。もう食べ物って場所とか皿とか大事よ。クローゼットむき出しでねえ、おいしくないところで飯食わしてんの。遊戯王カード山積みの部屋で。なんでだよ。ゆうまくん全然いいよね、もう給料も完済したしね。はい。いや、はい。まずいな、こいつ。これ手あったかいわ。これおねむちゃんですよね。これおねむちゃんの手のあったかさ。触ってみ。オープニングからずっと。わー、眠いな。おねむちゃんやで、お前。え、じゃあ、どうやって決める？ここってすごい難しいんだよ。別にいいんだけど。だってもう別に生活が苦しくなるとかじゃないんだもんね。そうだよね。え、まあ、なんでこの企画を？ここの位置ってすごい面白いんだよ。ユーマがヤマトのこっから出てくるから。そうだよね。話しかけてきた。早くスランプ抜け出してください。長い、1ヶ月もね、もう。長すぎちゃったなーいと。どうなってんだ、口
真の中なんでね、こういう企画を組んだかと言いますと、地元の料全国へっていうスローガンを掲げてもう3年目になるんですよ、うんうん、まあ、この軸だけプラスずっとやってきたでしょ、うん、あえてお金を稼いでも初心に戻って地元の友達をじゃんけん、まあこの次の日かもしれないし、だからあえてやっていきたい、祝い事っていうね、そう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 、まあなんで今から普通にすき焼きの買い出し、そうだよ、だから買い出しまでは楽しいよ、だってじゃんけんここでしてかない、してかない、だってしてったらめっちゃ入れるやん、逆にじゃんけんしてって負けたやつが買いに行くってのもありだけど、おごりも決まってるし、そのケチ度が見えてくる、確かにケチ度が見えてくる、ここでしてくるの面白いけどね、なんかお前それいらねえだろとか言う、それ言ったねんぞ、だって逆にこれ助かった4人ももうスケッグだけだからね、行くよ、うわーガチか、うわマジでちょっと今誰が負けるって思ってた、もうじゃん負けな、はい、負け普通に男じゃなくてね、うわやばいこいつ強そうだこれは強そうだわ、負けん組やん、負けん組角度だ、行くぞ、やばい、せーの、すき焼きおごりじゃんけんやめてよ、今怖かっためっちゃ、せーの、最初負け、最初負け、ガチやだ、ガチやだ、もう最近1やだ、ほんとに嫌だ、カートにいっぱい入れてる時にいじめとかなしな、あ、なし、これはマジなし、マジなし、誰にせよ入れるから、いくぞ、せーの、最初だけ、あー、危なすぎた、危ねえ、危ねえ、ガチ危ねえ、せーの、最初だけ、あー、よし、よし、よっしゃー、きたー、きたー、きたー、9番オレンジ今日はオレンジ明日退去日じゃねえぞオレンジ1年半契約残ってるオレンジちょっとね、ほんと嬉しくて、うわ、やばい、パー、何で抜けた、パーパーね、お前ら頑張れ、誰に怒らせたい、あっちゃん、なんでよ、で、視聴者の人は結構多分俺なんだよな、こういうの、いや、ヤマトも見たいんじゃない、いや、ヤマトでいいよ、やばい、一回も出てない、俺が負ける可能性が高そうだ、自分の名前出して、お前喋るフロー、うざい早かったね、めちゃくちゃ、行くぞ、せーの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 、やーよっしゃー、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 ちょっと待って、やべえ、うわ、これ激アツ展開だ、何、オレンジ、お前らさ、オレンジ、体育費までは払えんの、マジ嬉しかったんだもん、さ、せっかくだからさ、黒毛和牛とか見たら、おー、やっぱお前が言うことに意味がある、そういうの言って、そういうの言ってって、いじめに見えるから、黒毛和牛とか入れていい、もちろんそういうの入れるよ、止めよ、止めよ、だってもう行くもん、お腹に着いたし、俺あるあるね、俺じゃんけん負けた時あるある、尺短い、いつも俺の負けはね短い、なんかそんなすかされたら俺らもう攻めようないよね、じゃあいい、もう一回やらして、いや行かない俺、じゃあ別でやっちゃうからパーティーだけ、場所ねえで普通に、いいよ、俺んちも、俺実家も開けるよ、そしたら箸とかダサいよ、ああしんちゃん、それ慎重しますよ、あなたのお金ですもん、そうだね、二人必要なものだからね、そうそう、皿とかも買わなきゃな、うん、行く、じゃあ行こうか、うん、バイバイ、何何、黒毛和牛が食べよう、黒毛和牛が何、黒毛和牛を買いに行こうか、買いに行こう、買いに行こう、買いに行こう、俺んち行こう、おう食う、いいよいいよ、わぁマジでやだわ、マジやだわ、頼かな頼む、これからじゃんけんみたい、100万いっててくれれば嬉しいな、あー100万いってたら嬉しいわ、それでなんとか回復できる、いい動画になりそう、確かに確かに、じゃあ行くか、それではやっていきましょう、はい、ということでね、今から買っていきたいと思います、僕はじゃんけんで負けたわけだからさ、気持ちよく入れてってよ、そのことばっかり覆さんでくださいよ、やばい、またの講師いる、はい、行こう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 、入れよ入れよ、マジで焼き鍋だから、やばい、今の多分 GoPro だから映ってましたよ、多分今のとこ映ってましたよ、じゃあ待って、高いんじゃない、何よ何よ、これね、1900円、やばくない、超うまそうだね、黒毛和牛高いな、ちょっと待って、これは大丈夫だ、ゆうた、見た、これは大丈夫だわ、お前が選別していい日じゃねえから、今日何してんのお前、これ食うか、それ4ついこうか、4つぐらい食える、いやマジで、黒毛和牛のさ豚のやつ入れよ、超安い、あだから安くする理由が豚なら、まあさ脅されてるない、いやお前ラットウィンプスか、安くする理由が豚なら、まあじゃあ黒毛和牛、なんで無視すんの、別に奴隷になったわけじゃないから、黒毛和牛、これじゃステーキ系だな、筋肉用なんで、よし、グロー、チクショー、出してもらうか、一番いいやつ、一番いいやつ、まあアルブンだけ出してんだろうな、
じゃあ野菜買おうか。卵、卵、卵。卵、卵。5いるからもう一回。そうだね。12×2、24個あるべ。これついでに入れとけよ。じゃあそ、チョコか。マジチョコや。早く入れろよ、お前。金払うの俺だけど、奴隷じゃねえからな。勘違いしてんな。どうした？ね、彼氏目線どうした？彼女目線さ、普通に間違わないでくんね。エビどう？エビ。ユダエビ好きやん。エビいいね。食えるようにしましょう。うん、確かに絶対うまいから。このダーツも買いましょう。あ、あこれめっちゃ、甘エビめっちゃ食べたいね。ダーツ、ダーツやばいね。よかった、受けた。鍋セットだ、これ入れよう。これ2個でいい。えのきどこだ。まあ赤いタオル目印に探せばいいんだ。じゃあ、イノキやん。陳列されてるか、お前。でかいからタオルとかなんか見つかりそうだし。それ俺の小さい乳首や、それ。ああ、チンコ触んなよ、ゆうた。全部言われた。俺ら100万系 YouTuber です。100万っぽい。100万人のファンの方を抱えてそう。お前なんかな、俺小物なんだよな。やっぱなかなかいないもんね、俺に対して真正面切ってこの人小物って言ってる。え、小物だった。小物すぎる。いや、もめもめ、絶対もめ。もめがダウダウしてる。もめもめもめを入れる。ごめんごめん、しょうもねえ。しょうもねえ。さ、しょうもねえ。しょうもねえ。いいね、デザート。デザート、え、家族みたいな。いる、これ。いるいるいる。お前、騒ぐなよ、小物。今日俺のお父さん、すき焼きパーティー来んのよ、またね。なんと。じゃあ、じゃあ、あっちにスワマ売ってるから、あっちに。スワマ、俺のお父さん、初めてじゃね？ 5 人で買い物すんの。確かに。おい、ちも触んないで、言うもん。あ、処理必要ない。お前よくやね。うわ、なんか大泉思い出すわ。あ、マジで大泉思い出す。マジで映画見る前にこういうとこで買ってきた感じ。ちょっと安い感じですね。安い感じ。マジ安いね。何？これ懐かしくないですか？懐かしいですね。これ夏のさ、合宿とかの合宿とかでさ、それでみんなで飲みましたよね。飲みましたね。あれ、長澤さん、まさみさんがさ、CM やっててよかったよね。あの風鈴のところですよね。小4か小6ぐらいの。素晴らしかったです。楽しかったですね。楽しかったっておかしいな。結構地形ガチ。何してもういいね。マジ怖かったよ、顔。え、どんな音か見せてあげるよ。かわいいな、ゆうた。かわいい。動物みたい。あー、終わったー。一人って寄るとかわいいね。え、こうやってやった時めっちゃハンクに似てね。マジで。ガチ失礼だろ。あれがヒロト君の幼馴染じゃん。チェース。ねえねえ、何？ビール、うん、おうわ、自ら煽ってるやん。どうぞ、行ってきます。な、何本買ってくるか当てね。いや、2本。いや、このでかい箱。いや、そんなんいいかな。俺マジ1本とかだと思うよ。ロング缶1本だと思うよ。あ、いいね。札幌の、俺、250の可能性もなんて言うと思う、一言目。フリーシュース。あ、札幌が一番ですよ、だと思う俺。あれ、回してたんですか。あ、チェーン。あ、チェーン。まあ、全部可能性的にはあるよ。あいつ読みやすいな、やっぱ。あ、キャッシュキャッシュきた。両手っぽいね、両手っぽいな。なんて言うだろうね。レッツパーティー。予想が…一言目、レッツパーティーだって。そんなやつどこにいるの。よし、買おう買おう買おう。1万円台には収まってほしいな、さすがに。まだ肉入んないで、この値段。5000円。お、旦那目線です、これ。いやいや、奥さん目線ね。さっきから間違えてばっかり。じゃあ値段見るよ。はい。うわ、2万か。2万円ね。さっきも言ったの？ 2 万や。いや、2万は結構やばいな。いや、全然違うよ。ただの2万だよ。俺らに思った2万と。いや、1万円台で収まると思った。ということでね、まあ家戻ってすき焼きパーティーしていきたいと思います。はい。うたげじゃーん。2万円。今日はお祝いだ。お祝いだね。まず、ありがとう。今日のルール、ありがとうは1回だけ。それ以降は言わなくて大丈夫。せーの。ありがとう。いいよ。本当にありがとう。じゃあじゃあ。マジでいいやつなんだよ、こういう時に。遠慮せずに買えたべ、みんな。これ俺が買ったとかそういうことは思わないで食うから。俺も嫌だから。誰？鍋にプルーン入れた。中井貴一さんです。中井貴一さん。いや、ビッグプルーンしちゃったってこと。え、じゃあ卵割ろうか。いや、言うと片手やって。やりそうだ。お、いけんじゃん。いや、そうで。卵片手で割れるやつってカスなんだよ。
うわぁ、それやわ、超ガサな、超いやいやいや、おい、一筋道から入りすぎた模様、はい、おい、じゃねえよ、はい、おい、というわけで皆さん、今日はすき焼きパーティーです。はい、給料が上がりました、お疲れ様でした。お疲れ様でした。まあ、美味しいすき焼き食べて、うん、今100万人いってるかいってないかわかんないけど、うん、ワンチャン最後になる一切ないやっときたいと思う。俺たちコムドットが100万人いかない可能性、これ一切ない。お疲れ様でした。いただきます。いただきます。あ、ガチで嬉しい、これは。うめえ、うわ、嬉しい、ほんと嬉しい。うん、うまめえわ。すげえ。やっぱさ、うん、視聴者のみんなはさ、給料上がったってどんぐらい上がったのかなって気になってるかも。伝えられる範囲じゃないけど、チャンネル登録100万人を目前にした YouTuber ってこんぐらい夢があるんだっていう。やっぱ YouTube 始めたい人もいるだろうし、タワマンに住める。ああ、わかりやすいかも。タワマンに住みながら普通の暮らしができる。ああ、ひろくんいい例え早速出しちゃった。結局ネギが一番うまいの。まあこれネギ一応こんぐらい買えますね。お前今めっちゃ稼いでなかった。1億本買えるって100億ぐらいになっちゃう。あ、いい時計買えるんじゃない。ああ、確かに、いわゆるいい時計が買えるわ。いい時計買ってその月なんとかなる。いいと思って。じゃあそれぞれ値段はヒントが5個あればもう大体わかるよ。どんぐらいやっちゃん、あの毎日風俗行っても大丈夫かな。じゃあ毎日ね、すき焼き食ってんだぜ。どうなの、お前のキャラクター的なやつかわいいとかなってる中でさ、風俗に毎日行くっていう発言はどうなんだ。行かないにしても、あっちゃんのキャラって子供版ケンコバだから。ああ、なるほどね。ジョージ君みたいな、男のフワちゃんだと思ってんのみたいな。もう一回言わせて、うん、子供版ケンコバだから。いやいや、もう一回言うとこまでジョージ君。軍曹にしばかれる可能性ある。うちの歩兵に何言ってんだって。歩兵っていうのは大丈夫なのかな。何体もいるはずだけど、一人の歩兵に恋した軍曹みたいな、そういう、お前首取りやったえ、ケツに敷いてるって意味じゃない。まあそういう意味もなくはないだろうけど、ねえねえ、よくね、俺のでお前のそのさ、ラーメン屋でテレビ見る感じのじゃあ俺例えようかな、うん、大企業を8年目ぐらい、まあなんか別角度から分かった方がいい、うん、大企業も大企業よ。知らない人がいないぐらいの大企業じゃない、やっぱり。やばい、なんて嘘だろ。ゲップで逆流性豆腐炎になった。何やねんそれ。この感覚を味わったことある人、はい、手挙げて。一回胃袋の中にしまうじゃん、いきにさ、うわ、ここ熱かったなで、結構けど落ち着いてきてさ、ゲップした時にここの熱いのがここに戻ってきて再発。わかるわかる、熱は消えてねえんだよ。かっこいいやつだぜお前。おい、おっさん、おい、責任の取り方。お、これ逆流性タワーオブテラがまた来るぞ。おお、珍しい考えたのが当たるなんで。やったー。ね、もう一回自分で、なんだっけ、逆流性タワーオブテラ。とりあえずいい暮らしはできるな。そうだね、間違いない。まあ夢は持ってくださいよね。いやー、これ完全にお肉大捜査線やわ。踊る大捜査線だっけ。もう完全に肉顔だもん。え、ヒル顔、うん、最初だけ見たの、うん、あー、これ完全に肉パチ先生だ。肉パチ先生。あー、これ完全に肉便器だわ。酔ってて終わってるユーマが言うから面白いわ。でも100万人いくってやばいですね。やばいね、まあ実感ないよね、ほんと。俺らが一番実感ねえわ。だって早いんだもん。じゃあ来年の目標どうしようかって決めるときにさ、3月31日。じゃあ、いい？じゃあ、どう？いやけど、いや、最上級の音量じゃないだって。V の1回目って止められない。まあまあ、確かに。2回目が。ジャックリ一発のやつはお前だけだぞ、地球に。もうない。そのできるみたいな概念じゃないから。まあ年内の目標決めようってなった時に、じゃあ3月31日までに100万人、1日4000人ペースだね、うん、結構マジきついぞ。で、気抜けないなみたいになって、だから新年一発目からさ、気合い入れようみたいになって、うん、あの企画をやって、はい、はい、ではバズって、初めて企画でバズったっていう感じで、うん、でまあそっから気持ち切らさずにここまで来て、このペース、もう結構ね、関係がキーマンだと思ってんの。俺もそう思う、思う。もう本当に関係がね、俺らの流れを作ったって思ってる。あれ急上昇1位だもん。うん、なんで実感がないかちょっと俺考えたんだけど、多分やってることあんま変わんないから。10月とかにやってたこと考えないもんね。コラボしてもらって、うん、動画の内容とかもさ、難易度上げてるわけじゃない。泥系はマジで頑張った、頑張ったって感じ。別にそんな俺らのスタイルを変えてなくて、このスピードっていうのが多分ね、実感を生まないんだと思う。実感生まない理由あるよ。50万人はめっちゃ1年間頑張ってようやく達成した感あったじゃん。だから達成した瞬間もすげえ盛り上げたし、マンの子もすげえ盛り上がってくれたやん、うん、その余韻がでかすぎる。余韻のうちの100いっちゃうってことだ。
これユインタルト崩壊ですよ。いやゲシタルト崩壊関係ないやろ今。ユインタルトですね。はい、ユインタルトみたいな。もう今ユニロタルト。ケガちゃんごめんなさい。何しとるの。カルピス、カルピスじゃんけんしましょうよ。せっかくなんでトピックにして。いいよ、負けが取りに。最初はグー、じゃんけんぽい。はい、ごしょ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 い。おーい。最初はグー、じゃんけんほい。おーい。最初はグー、じゃんけんほい。はい、ごでしょい。負けろよ、すごい。勝てよ。負けないから勝てよ。じゃんけんぽいの、ここから出してるから、もう一回やろう。じゃあグー、グー、グー、グー出すよ。俺の雰囲気見てる。最初はグー、じゃんけんほい。負けろ泣き弱すぎるよ。カルピストーリー行ってこいよ。え、俺お前負けてんない、いけよ。じゃあ最終チャンスいる。ガチ、ね、そんな盛り上がるとこじゃないよ。カルピスじゃんけん決勝。カットしてるよ、こんなじゃんけんのやらせなんて嫌だもん。最初はグー、じゃんけん、ほい。もう俺嘘つきのチームやん。じゃあ一回言うたもやろ。ジョキだ。ジョキです。で、俺がグーなんて分かってんのね。最初はグー、じゃんけん、ほい。負けろよ。はい、じゃーん。はい、早く。すき焼きはね、もうちょっとラストになったということで、うん、もしかしたらこれが100万人行く前の最後の動画になるかもしれないから、うん、言っときたいこととかね、これから変えたくないこととか、これからもっと頑張っていきたいこととか、100万人ラストの可能性もある。はい、やっぱその地元のメンバーでやってるわけじゃん、うん、地元の寮全国へって分かりやすいフレーズを使ってるわけだけど、うん、何を見せたいかって、俺らが面白いと思ってやってることをみんなにも見てほしいっていうのを分かりやすく言ってるのが地元の寮全国へっていうスローガンで、まあ、そこを、まあ、変えようがないんだけど変えたくないっていう、うん、で最近さ友達置いてくノリあれを出して、うん、あれが今100万再生までってなってしまう。これってマジすごいことじゃん。続けていきたいな。俺がやっぱこっから目指したいというか変えたくないのは、え、なんでこいつは売れてんの、なんでこれで100万再生取れるのって言われるような動画をバンバン出して、どん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 上に上がっていくっていうのが、もう地元のりを全国へっていうそのまんまの形なのかな。最初に遊びに行った時、地元の面白さ分からんもん。中身を見てもらった瞬間に応援してもらえるような集団に、これからもいい部分を変えずにいきたい、うん、まあなんか変わる気しないけどね、一緒に見てて、うん、いやよく頑張ったね、うん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。総括総括した、うん、まあじゃあグループとしてでした今のが、うん、地元の寮全国へってどこがゴールなんだろう。で、もうゴールはしてんじゃん、逆にもう全国に知ってる人いるわけやん。俺らの寮をハロー一切ないとかやったらもうやばいんじゃない。まさかの世界進出を考えてるとか。インスタのメンションとかでさ、うえ、スワローみたいな。うわ、スワロー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 みたいな。メンションで上がり始めたらやばいよ。もしかしたらスローが変わる日が来るのも世界。あくまで日本向けでね。どう、もう俺ら100万人行きそう、うん、いやもう行きそうなんじゃないですか。お、オーラある。いや、オーラはね、もう前から出会った時ありますよ。え、出会った時からオーラあるの。俺2ヶ月で50万人ぐらい増える。そうだよね、うん、12月の上旬に50万達成したんだ。いやもう今の時点ではと思うんだけど、ファンの人が本当に日本一最強、他の YouTuber と比べ物にならないぐらいファンの人たちがこう応援してくれる気持ちが強いから、間違いなくここまで来たと思うから、うん、そこも一個変えたくないところだね。なんか今オフ会とかできてないけど、緊急事態宣言が解けた時に来年一発目やろうかっていうことで場所とかも探してたんですけど、まあこんな感じでできないと、うん、今年また解けるタイミングがあって安全にできることがあればオフ会とかもやりたいなと思ってるのでね。楽しみだな。オフ会ダーっているわけ、うん、それやっぱ経験してないか、この1年間ぐらい、うん、バンみたいなのがこう出てくる。いや超楽しかったよ。割とモチベーションだって10万人でスターだよ、うん、だから俺らって一生生きてんだから。俺ら3000人からオフ会やってるから。そうだよ。ありえないから。しかも3000人だから結構スター顔でやってたよね。いや本当に3000人だけど、やっぱ知ってくれてる人の横歩くとき多分顔生きてた。生きてる、生きてる、生きてるよ。だって一丁前にスタッフつけてんの、うん、キウチっていう。まあ100万人徐々に実感していきたいけど。そうだね、最近けど実感するのが車とかでも気づかれる。けどマジ気をつけてほしい、その運転は。俺さ一回気づかれて追いついてきて追い抜かされたの。運転席も助手席もこれマジ危ないよ。こんなのこう運転してんの、まあ、そうなっちゃうよね。言うな、まあ、ケニーさんいた時そうなったよ。ケニーさんだ、やばい、リプレイまでだぞ。ケニーさん曲がっちゃってんのに。あれ絶対ケニーさんだ。気をつけてて。そう、本当に気をつけて。俺ももうやんないから。え、僕だけですか。僕10万人の頃と話しかける率変わんないんですよ。ほんと。あれ話しかけられたくないの、極力。ああ、そうそう、これってさ、ボケなの。ずっとやってるよね、これ多分。ボケなの。これぐらいです。で、さっきこれもなんです。そうなんです。はい、あ、こんな感じですか。はい。いいところは変えずね。ちょっと変えるべき場所は変えて、メンバー5人、マネージャー1人ですけどもね。
まあ、100万人いてももちろん満足せずに突き進んでいきましょうということで、はい、改めてごちそうさまでした。ごちそうさまでした。あ、美味しかったね本当に。うまかった、マジうまかった。ボンの分もあるよって言ったらボンの分もあります、うん、もし100万人いてたらね、お祝いのコメントとか投稿とか動画とか、まあ、見れる限り僕たちも見させていただくので、ぜひお願いします。お願いします。それじゃあまた次の動画で、ね。